はい、えー、福岡塾の久保です。8月25日の、まあ、18時ですね。18時のおチャート見てますけども、いかがだったでしょうかえっと、16時ぐらいにね、こんなことを私申し上げたと思います。16時のチャート見てみましょうか。えっと、106円の310から450まで伸びるんで、そこで利確をするんだよ、とこと申し上げました。えー、それはなぜかというと、ここの力点を超えてブレイク。 を一旦して利確をしていただいて、さらに上に伸びるようだったらね、えそこまでいけるよってことだったんですけども、十分伸びてますよね。というところを、今の時間18時で見てみると、こういう風な感じになってるでしょこれだからパターンなんで、もうこれ以外は見えないわけなんですよね。ここを超えたらもう一回エントリーして、310から450。ほら、今328ですからね。今利確しても、 十分二十ピップス以上取れてるわけですよ。えっ、ー、と、一個言とで、えー、1ロットなら2万円ぐらい儲かってんじゃないですかね。こういうふうにして、あの、やっていけばいいと思いますよ。えー、こういうふうにね、えぇ、ー、まあ、あの、いわゆる三角形もできてますしね。で、これが下に行くだったら、 また違う結果、ここまで撮るのか、ここまで撮るのか、こ,ここまで撮るのかって選択肢があったわけですけども、まあ、上でしょうね。うん、で、深植えせずに、今日はここで終わっときましょう。はい、えー、では以上です。今日、撮れたと思いますよ。おめでとうございます。